えっと、あの、僕そのなんか YouTuber 的にあのパーカーを着続ければならぬっていうあのカジサックさんの呪いにかかってましてなんかそのカジサックさんっていうあの皆さんご存知の YouTuber の方がいるんですけどであの人そのキングコング梶原さんとして世に出るときは割とそのおしゃれな感じで出るんですけどその YouTuber カジサックのときはその,あのタオルを巻いてそのジャージで出るっていうのをやってるんですよね。 なので、そのなんか、YouTuber としてやる以上は、そのなんか、あの、何か決めた服装を続けるべきだっていうのが、一応、カジサックさんの成功例があるので、僕もやらねばならぬと思ってやってるんですよ。その成功した人がやってる以上、それは従うべきであるみたいな。で、で彼らの家、多分クーラーあるんですよね。で、僕ん家クーラーないんですよ。で、今、温度20度なんですよね。 えっと、すいませんあの打ち合わせの予定すっかり忘れてたんでちょっと打ち合わせ戻っていいですかすいません <laughs> あの今日放送これで終わりますすいません失礼しました失礼しました